戦争については多くの人がひどい、許せないと非難の気持ちを持つことでしょう。では小林正観さんは戦争についてどのようにお考えだったのでしょうか。それについてまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。戦争が許せない。ある人が正観さんに質問しました。正観さんは日頃から決して怒ってはいけないと言いますが、私は一つだけどうしても許せないことがあります。それは戦争を起こした人たちに対してです。この人たちへの怒りはいけないことですか？正しい怒りではないのですか？正観さんの答え。その怒りこそが戦争を生むんです。戦争を起こしている人たちは互いに自分が間違っているとは思っていません。正義の戦いだと思っていて、その結果戦争になるんです。なのでどんなことがあっても怒らない、戦わないということが重要です。論争したところで問題は解決しないので、戦争に対して評価論評することをやめる。結局は自分がどう生きるかだけ。戦争が嫌だと思うなら自分は絶対にしないと思うこと。人を傷つけるのが嫌なら自分は絶対にしないと思うこと。このようにおっしゃったのです。さて、ここまで聞いて、それじゃあ戦争はなくならないじゃないかと思ったかもしれません。その点に関しても正観さんはためになるお話をしてくださいました。それでは続きをどうぞ。怒りは教え込まれた。人間が腹を立てたり怒るという行為は生まれつき身についていると思っているかもしれませんが、正観さんは違うと言いました。それを証拠に、狼に育てられた人間がいますが、発見時に親である狼が目の前で射殺されたとき、育てられた子はどのようなリアクションを取ったと思いますか？怒って攻撃してきた。悲しみのあまり狼に寄り添った。どちらも違います。何もしなかったのです。このことから、自分の気に入らないことがあったら腹を立てて怒るという行動は、実は親や社会から教えられた、見せられた行動なのです。人間の親子でも同じです。もし子供がコップを落とした時、何やってんだと怒ったり、頭を叩いてしつけた子供は、その子が親になった時、自分の子供にも同じことをします。逆にコップを落とした時、怪我はないと心配してあげた場合、その子が親になった時、同じく心配をするのです。では話を戦争に戻しましょう。戦争をなくす方法。気に入らないことがあっても決して怒らない、争わない、戦わない、憎まない、これらの意識を持ち、そういう意識で人に接したり子供たちに教えていくなど、周りに働きかけたとしましょう。1年に1人、10年で10人にその意識を伝えられたとします。伝えられた10人がさらに10人ずつに働きかけていく。こうしていくと100年後には10の10乗で100億になる。つまり地球の人口約80億を上回るのです。地球上すべての人の意識を100年で変えられるかもしれないのです。つまり戦争をしない世界ができるのかもしれないと正観さんはおっしゃいました。まとめ。さて、
青函さんの戦争に対する意見のまとめですが、戦争自体を論評するのではなく、自分がどう生きるかだけ。決して起こらないという意識が少しずつでも広がれば、戦争がなくなる世界ができる可能性があるのです。最後に注意してほしいのですが、青函さんの教えを無理やり人に押し付けてはいけません。どうしてあなたにはわからないんだと思ってしまうと、そこに憎しみの心が生まれるからです。重要なのは、どんな問題でも私だけの問題です。私が実践者となれば、私の心は常に幸せで満たされます。私が太陽となれば、周りの人に良い波動が波及していきます。なので、自分がどう生きるかだけのようです。以上、青函さんの戦争に対する考えを考察させていただきました。本日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それではまた、次回の動画でお会いしましょうね。この動画を気に入って、高評価、チャンネル登録してくれたら、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。